ということで、ちょっとあのハーデスが十分に当たってくれたので、貞子開きまして、貞子 3D 導入はそんなに多くないんですけど、逆物ちょっと面白そうなんでね、やってみたいと思います。なお予習全くしておりませんので、演出はねちょっとはっきりと分かってないんですけど、 57.8 分の1で役物チャレンジができる台で、158分の1で特図当たりがあって、特図当たりの場合はラウンド中に演出成功でラッシュと。ただこっちはおそらく相当薄そうです、役物メインですね。でこういうの見るとね、あのね、なんか狙えねえかなとか思っちゃったりするんですよ。でちょっとこの台興味持ったのが、多分ね役物の突破はし難しい台だと思うんですよ。ラッシュ入っちゃうと 97% 継続になるらしいので、怖っ。だからね、多分実質お当たり確率500分の1ぐらいになるんじゃないかな。でまずデフォルトでやってみたいと思います。リーチ、器への挑戦図柄の数に注目で、器への挑戦図が結果的に止まれば役物チャレンジ。もしかしてこれだけ、いやいいんだけど、これだけの方がむしろで井戸に飛び込むのね、貞子がこれあいつ井戸から出てくるのに飛び込むのね見ててみほり面白いなこいつ、ポチャンつって。であのね、ノーマークな台でした。正直これでもうアマコーナーに置くのはありかもしれないね。アマじゃねえよってツッコミが入るかもしれないけどは右打ちになってる。何、特殊当たり引いた、特殊当たり引いたよ29回転で、ね、なんでそっち引くんだよ。でこれが2ラウンドあたりなんですね。ただほとんど成功しないらしいっすね。行ったらすげえよこれ。で本当に成功しないと思います。 1% ないんじゃないかな。なんだけど158分の1なのに、あっちからそこそこ入るとしたら甘すぎるから、だからバキのうんたらチャージみたいなもんですね、特図あたり。だからバキで例えると一番話が早そう。バキってあの小当たりが親子決戦図柄でチャンスだったわけですよ、ラッシュのチャンスで。バキチャージが319の当たりを引いてて、2ラウンドあたりで 1% しかラッシュがなかったんですけど、おそらく作り方としてはそれと一緒。貞子接近中、無音発生。へえ、無音だ確かに。は？何なの君、無音発生ってやっといて外れだぞ、これ何にもなしで。なんか着信してる。これね、本当に高尾さんの台は何も知らずに打ちましょう。うん、この機械の台だけあれ予習しちゃダメ。まあちょっとずつ、すいません、あの見させてください。予習した方がいいや。お、なんか悲鳴でちょっと保留が変わったな。ただね、高尾さんの台ってこうやってあのいろいろと見せ折って見せかけて何にもないことが多いんで、だ騙されるのが気持ち。高尾さんの台です。で浅川病院でしたね。あれ、あーでも黄色までか。電波がここまで行かないとダメかな。浅川いましたね。あーでもサダロゴが、スダダ器の挑戦1個、2個、デフォかなこれは、3個、ドンで、ここでドンでしょ。あれ、おお、止まった。これで 57.8 分の1を引いたので、役物チャレンジです。ここですね。でまず打ちっぱにしてください。よく分かってない時はもう液晶に波が出てるんですけど、ここを狙って、
補充完了と。呪いに2回2個入れば突破で5分の3に見えるんですよね。これどうだろう、出来れなのかな、ガチなのかな。なんかね、これガチ役物の意味って違うんかな。なんか今一番左の呪いに入ろうとしたんだけど、何かの力に遮られて入んなかったように見えた。ジャイロ技研のジャイロです。でこの役物なんですけども、外れのところも一応動いてるんですけど、両サイドに外れを持ってきてるのはちょっとやらしくて、こう振り子運動じゃないですか。で確かに外れ穴は動いてるんですよ。だから当たり穴も外れ穴も同じように見えて、実は全然違います。この振り子が止まった時に弾が中央にいた場合、振り子の動きが止まった時に弾の運動も止まるんで、そのまま外れ穴にちょっと入りやすくなってると思います。一旦止まるんでね、ここでピタって。あ？入賞フラッシュかおい。こんなのでいいのよ。こんな小さなラップで。マジで役物とかさ。さあ赤ボタンかな。でホボタンでも多分いけるとは思う。マジかよお前、今ランプ赤だったよな。それともこの次なんで 57.8 分の1でキャーって入賞フラッシュ赤で外れるんだこの答えよ、なめてんのか。まあこれが高尾クオリティってやつだけど。ちょっと待って、今計算してっから液晶は見てない。後期これいったか、スマホランプ多分 57.8 取ってくれてると思う。バイブしてるね、いったね。器への挑戦来ましたね。じゃあまたちょっと拡大して、丈夫じゃないかな。で今ゆらゆらしてるじゃん。あーダメかこれ。あ、いったか、いったいった、1段目クリアした。2段目、嘘だろお前は。揺れてなきゃ、今揺れてなきゃ呪いに入ってたな。吉祥今行ったと思ったのに。はい取りましたね、器への挑戦3回目。補充しきれなかったらどうなるんだろうなこれ。ああ全部入れなくても補充できますね多分。今8発しか入れなかったもん。これもしかしたら下段は狙えるかも。いやいやね、完全に狙うのは無理。これ当たりに入りますね。ほら今ゆらゆらしてる時に外れ穴の方に行ってたんで、これもいけると。でこれ当たり入りますね多分。当たりに入ります。あー、もうちょっとゆらゆらしてれば当たり穴だった。今の悪くなかったです。次試しにここに一発しか入れないでやってみます。それでも補充完了になるんだったらやや狙える。で狙えるってなんでかっていうと、多分ここのアタッカーが閉じた、カウントを終わらせた時から射出までの時間が一定だとすると、ここの開閉タイミングを調整することによってやや狙えると思います。1回目のバカの瞬間、下のゆらゆらがどこにあるか、ここで止まらなきゃやばい。止まって、よし。で次はここに1発2発だけ入れてやってみますね。それでも補充完了になればある程度は狙えると思います。あ、2発開いちゃった、3発開いちゃった。でも3発入れてみました。これで大丈夫なら、あ、大丈夫ですね。2、3発入れればということは、アタッカーを閉じるタイミングを調節はできます。ちょっとだけね。これ多分当たりいきますね。あ、ダメか、開けられた、あ、行くか。で今こういくタイミングだから、これ2段目無理かも。さっきと逆なんすよ。ほら次見とくべきは、アタッカーが完全に閉じたと瞬間に役物がどこのタイミングにいるか、その球がどこに入るかを見ます。だから今回は10発入れます。補充完了。今ちょうど一番右にほぼ行くとくタイミングでアタッカー閉じさせたね。この時どこに行くか、オッケー。
ただ右からこう来たやつだからちょっとやばいな。弱い。もう少し暴れてくれればなんとかなる。あっかん。やっぱこうさ、こっちこう来るタイミングのやつはあったんねえな。2段目がこの台は。いやー、はかどるね。面白いねこういう台って。果たして俺の理屈が正しいのか間違ってるのか。こういう台交差するときってね、正しいか間違ってるかは重要じゃないのよ。まず考えるっていう過程が大事なので、答え合わせするのが大事で、間違ってでもそれは一つの経験になるし、何より答えに導く。だからせっかく金使って遊ぶんだったらさ、いろいろ考えてこうじゃねえのって思った方が面白いのよ。例えばこういうものを考察してて、そんまりが打ってて、そんまりがこうじゃないですかねって言ってたのは、結果間違ってたとしても俺はそれでいいと思うのよね。こうじゃないですかねっていうそんまりの意見で、それをもとに見てる皆さんとかがどうなんだろうって考えて、いやそうだと思う、いやそうじゃないと思うよっていう、この意見のやり合いとか、そういう風にみんながね、こういう風な台打つ時に注目してくれたら面白いなと思って、で結果正しければそれはそれで気持ちいいし、やったーになるしね。だから答えを導き出したいよな。この1段目の役物確率が5分の3なのか、思ったようにね下段がゆらゆらすっから、5分の3、いやでも5分の3じゃねえよな。よくて 50%、 2分の1だと思うんだけど。ちょっと頭使ったから少し休憩。痛い痛い、頭痛い、知恵熱出る、知恵熱出る。で今そんまりさんはこれを聞きながら、やべえジャイロさんがいなくなったらもうやっていけないって絶望してると思う。これが年金の違いだから。頭の、おしまったぞ、初めてしまりました。うわ怖い怖い怖い、佐藤に見つかるぞ。だって俺は見つかんねえけど、見つかってほしい。俺は余裕で隠れられる。見つかれ、おい佐藤素通りすんな、ここにいるって。おい何や、震えた。あいつ素通りしなかった今。119回転目でございます。今ねこう行きかけてる時にアタッカーどちらだったから、ちょっと微妙かも。ただ割と下で揺れるんで安定はしないんで、でこう来た時に、ああこれ入んねえ、ああこのタイミングに入ってくれねえと、ああ、今蹴った、もう一回蹴る、オールアイザ、ああ外れ穴にセロハンテープ貼りて、そしたら必ず当たんのによ。多分当たり穴には入ると思います下段。多分ね解除タイミングからさすがに多分ど真ん中の当たり穴に入るかな。あそう違いましたね。ただこれ上段がねもう少しゆらゆらしてくれねえとクリアで、あ行くか行くか、いった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 、3段目でここクリアするとこいつがグイーンって上がってって2分の1、見た目的にもきっちり2分の1。 VVVVV、うん、よっやったー、入った入った。で入ってこういうの入った時はある程度無駄玉確保でも打っててください。多分ねここ V 入ったけど多分当たりまで獲得はしてるか。2ラウンドランプはついてる。でこの時喜ぶだけじゃなくてアタッカー見ててください。多分まずバカバカから始まるはずだから、あこっちか、オッケー。さあこれはどうなるんだ。右打ち、わけわからぬまま打ってみましょう。あここが電柱ね。おい扉閉まりかけてんだけど、おいおいおい開けは。おい一発なんだけど、おいおい97%だろてめえ、おいおいふざけんなよ。開け開いてよ。今開かなかったら何ともならないんだ。待てこれもう一度始める。えどういうこと。生誕祭系
これもしかしてこれが落ちることも考慮して 97% なのこいつ。え、まだ電柱バカバカしてるけど、今俺心が折れて何も言えないんだが、一応上行ったか、もう折れまくってるよ。あ、これあい、やばいかも。行って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 、 OK、 これ入ればよし。これこれも含めてなのかな継続率って。ちょっと後で調べる。 97% 速落ちだよ。どんだけ気が弱いんだ。頼む頼む、復帰して復帰して復帰して、もう嘘だと信じてんだよ俺。あ、やばいやばい、あーもうやだー。ええ何これ何これ何これ、えはい、えどういうことなのお前。今ハズレやな、絶対入ったよな、家の入ったよな。お前もしかして俺騙した、これやそうだよな、 3% な、えどういうことお前。すいませんね調べずに打って。でもね調べない方が面白いこともあると思います。何なんすか今、俺間違いなくあれ V 入った、いや入ってないよね、俺 V 入ってた、いやお前じゃないって言われたもんな。見せかけの役者チャレンジがあるってことか。実は右牛中はね、なんかそんな面白くないかもしれない。どうなったらいいかよくわかんねえ。一応ここに入った瞬間になんかバカーンってなるね。お、金だ。それでも2ラウンドか。で、ラウンド中の止め位置がアタッカーに3発目が乗った時に止めると、オーバー入賞も2発目か乗った時、2発目が乗った時止めるとちょうど11発打ち出すことになるかな。うん、1,2 これで止める。まあ10発打ち出しを数えるのが一番いいですけど、で次また打ってキュインでこのまま打ちっぱなしで超過して、ここも打ちっぱでいいです。で次も打ちっぱで2発目乗ったら止める。そうすると一応オーバー入賞を狙いつつやれます。で打って計電柱に玉入れて、ここ電柱です。でパカパカ終わって、この玉がここに入ってもう止めると。でアタッカーが閉じたら玉を打ち出す。で打ちっぱにするとワンセットごとに何発ぐらい出るかな、1,2,3,4,5,6,7,8,7 発ぐらい出ますね無駄玉が。これを間引くのは大事なので、へい、いいよ貞子ちゃん、速攻中許してやるよ、すぐ引いたけど。ああ5ラウンドだ。やっぱ金のカットインには意味があったか。でエクストラの時は4ラウンド目までは打ちっぱでもいいかもしれないです。ちょっと無駄球が出ることもあるけど、オーバー入賞も狙えるんで、で最終ラウンドだけは一発目がアタカに乗ったぐらいで止めるとちょうどいいですね。うわやべ、今嫌なタイミングで入れちゃったんだよな。これ多分閉まったら相当やばいんだと思う、即当たりばっかだから。多分復活はほとんどしないんじゃないかな、ここまでいったらね。もし復活がそれなりにあるとしたらもっと閉まると思うんすよ。悪くないタイミングで行ったかな。ただやっぱこう来るときに閉じちゃったから、ただここね下結構暴れるんで、でこういった後も相当揺れるんで、まだこれだとねここのタイミングで、あ、行ったわ振り子、あ、こっちから行った、あ、これ当たりには入んない、やべ外れだ。3段目に行ってくれたら復活しててくれたかもしれない、ラッシュ後は。これが一連の流れです。ラッシュ入った後の右打ちは作業なんでそんなに面白くないけど、じゃあもうちょっと役物見ていきましょうか。ネギビキギャラいくらかな。
はい、宇都宮の挑戦来ましたね。17回転。今のところの結論としてはかなり下でブレるんで狙いにくいかなと。だいぶね、いわゆる狙って入れられたのかたまたまなのかを判断しにくくはあります。で、下段結構突破するんで7分の3っていうのは間違ってるのかもなってちょっと思ってきてます。今こういった時に射出されたから、あ、これ外れだな。あ、でもそこ越えればよし、 OK。 で、右に上がった時に2段目に行ったか。これもう少し揺ら、そこ越える、そこ越える、つけられろ、あ、開けられない。ということは右に上がった時にこっちに来た場合は外れやすいってことが見え分かってきたね。で、からくりサーカスのジャイロ劇場お楽しみいただけたようで何よりでございます。ただね、あれ裏話すると2回実は手直ししてもらってます。1回目は今こう打ってるじゃん、この画面のここのこれぐらいのスペースに劇場流して、で、液晶に何にも起きてなくて俺も何にも喋ってないパチンコを打ってる絵の4分の片隅に差し込んでたんですよ。これじゃあ全然コントが伝わらないから全画面でやってくれって言ったら、次あいつ液晶にコント当てはめくて、俺がただボケーっとパチンコ打ってるシーンにやってたんですよ。これじゃあ俺のパチンコ打ってる時の動きが気になるし伝わりにくいから全画面は全部の画面でやれって言って今度はああなったんですけど、ちょたまさんさ、あれつまんないと思ったべ、見た評価面白いって言われてるじゃん。ねえ、ちょたま曰く、あのパチンコ動画なのにパチンコに関係ないところで7分8分取られたらそこで視聴は止まるかもしれないからって言ってたんですよ。あともう一つね、一発目手直しさせたの、コント途中で切りやがったのよ、切っちゃってて、えっ、それなら全カットしろよまで思ったんで、で、本来は佐々木会でやりたかったんですよ、コント一発目は。今日面白いって思ってくれたら、あいつってそういう時ってめっちゃ凝った編集してくれるから、やっぱね、僕としてもある程度編集力に頼りたかったんで、コントは。で、つまんないって思ってもやっぱそこ手抜かないんでね、あいつは。で、ちょっと佐々木の評価をまず聞きたいなと思ったの。ただまあ、ちょたまさん、まあそれでも頑張ってやってくれると思ったら手抜いてた、絶対に、うん、とりあえず使いましたよっていうのがあったけど、ね、僕の意図としてはなんであんなことやったかっていうと、まあ、生配信とかで結構評価好評だったのと、一回オウミ5のオープニングでジャイロ劇場やったことがあって、あれ結構評判良かったんですよね。もう一つは絵がどうしても撮れない時に逃げ道が欲しかった。で、三つ目、今回の動画絵が足りませんよってなった時に、え、絵が足りない、じゃあ劇場あるんじゃねっていう視聴者さんの楽しみを増やしたかった。もしコントが評判良ければだけどね。だからクソ素材をいかになんとか面白くするできないかなと思って考えてやってみたんですよ。だからなんで佐々木に一発目やってもらいたかったってのは、そういう側面も含めてやっぱ編集力って大事だから、そこら辺の。んでも、まあ一発目がね、結構評判はコメントではいいですね。ただそこで離脱されてるのが多いとやばいんですけど、でもね、やっぱネタ考えてたりするのも結構楽しかったです。でもそのうちネタ切れになりそう、困ったな。まあちょくちょくやっていくとは思うんでね、お楽しみに。オッケー、来た、120回転。まだこの時は打たなくていいですよ、今打っちゃうと無駄玉だらけになるんで、このペンペンダーンの時に打てば大丈夫です。お、一番こっちに行った瞬間にアタッカー同士だから今回チャンスかもしれないな。一番こっちに上がった時に、あ、こう行った時に当たり穴に入ってくれそう、入ってくれればだけど、そこ越える、あー、今蹴ってくれればね、こう行く時に入ってたからチャンスだったかもしれない、この台。あー、今こう来る時だったな、もうちょい早くていいか。これは外れに入らず当たり、しかもこう行く、こっちに行くところで行ったからこれチャンスだな、2段目クリアできそう。あー、カンカー、今こう行って右に行き切るところで止まったな。
まだゆらゆらしたらまだ、あ、これだと左の外れ穴に入る、右の外れ穴に入ら、あ、ちょ、右の入っもうちょい暴れると思ったんですけどね。でここまでやったけど狙うことはあんま考えなくて、やっぱいいか、弾が暴れて結構ブレるんで狙ったところに落としづらいです。うまく作ってありますね。射出されて右の外れ穴に入らなければ大丈夫だと思う。右の外れ、あれやった今ちょうどど真ん中にいるところで終わったな。でアタッカーバカバカ始めた瞬間もど真ん中で停止だったんですよね。左の外れ穴に入らなければいける。やめて蹴って OKOK。 あーでも こいつが今右上に上がってたところだからこれでやべえかも。もっと暴れてバー、これがつうか2段目なんでこんなに入らねえの。2段目でしこけるな。当たり穴が真ん中来た時に1個目が入りましたね。なん少しコントロールはできるかもしんない。お、これだ、よし。あーでもこれダメか。2段目もっと暴れる、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 よっしゃ、これならいくべ、これならいくべ、これいったいったいった、やっと3段目来た。暴れてくれたぜ暴れる君。この時の文字色とかあんのかな。これある程度ねこっちはコントロールしてそうなんだよね、ここの解除タイミング。あとここの、あ、そのまま行きやがった。でいや、あれさ、あれ今まで君さ十分待機してたの今すっぽり行ったよね。あ、ただゆらゆらしてただけでストッパーがあるわけじゃねえのか。ストッパーあると思ってたらないんだ。だからさっきまでの通りゆらゆらしてくれてたら V でしたね。面白い。そうだね、一発目が入ったタイミングと10個目が入るタイミングがほぼ同じだな、役物の動きとね。でこれ左の外れ穴に入んなきゃいただきかな。なーん、やばいって、貞子さんやばいって。何回スルーしてんのお前、何回スルーしてね。すっげえすっげえ当たり引いてるけど、なんだろう、下段がこんな入ってくれるのは結構暴れるから一番右とかで勢いが死ににくいからかな。一番右に死ななければ入る。あ、一番右で死んだこれ。あ、蹴られた。でまた蹴られて入ったわ。あーでも左から行っちゃうとダメなんだよね。もっと暴れて、もっと暴れて、もっと暴れて、もっと、あーもうこれね、2段目が突破しにくい理由が結構見えてきた。1段目じゃねえこれ、ダメなの。2段目だ、2段目ね、2分の1じゃない。ここまででも2段目でやたら捕まってるけど2分の1じゃない理由、左上がった時って必ず右の右が上がった状態で来るのよね。で右が上がった状態で射出された場合、弾がアホみたいに暴れてくれないと2段目外れ穴ですっげえ捕まりやすい。だから役物の癖がでかいのは多分2段目です。2段目が鬼門ですね。1段目はなんだかんだ暴れた後蹴られて真ん中入ったりするんで、ここまで打った感じ1段目より2段目、今日のこの台はこの2段目の外れ穴がの黒いやつ、こいつがこう上がった時に2段目に弾が来るとすっげえ死ぬんだけど、でどつきゃいいんですけど、どつくとビーってなります。どつきてー。はい、終了いたしました。もう一回ぶっ刺したかったけどタイムリミット過ぎちゃったんでね。で投資が5250発で回収が1750発、3500発のマイナスでした。一回刺せてそこそこ右で連取れれば遊びやすい台だと思います。大きく5万10万飲み込むっていうイメージはあんまないかな。一回ぐらいは刺せると思います、5万もぶち込めばね。でいろいろ謎が解けましたね。結論としては1段目の癖があったとしてもそんなに影響がない。あ、当たりが固まって動いて外れの部分が固まるとタイミングってそんなにないんでね、ある程度ブレたとしても外れ滞在時間がそれぞれ短い。ただ2段目は問題で必ず同じタイミングここで射出しやがる。で
ハズレがゆらゆらしてる時間が長いんすよね。このようにね、当たりがゆらゆらしてるのも長いけど、まあ、別の台もちょっと打ってみないとわからないけど、ちょっとね癖云々でここまで外れ穴に一直線に行くかっていうのも疑問なので、ちょっとね2段目は球の動き注目してみてください。なんかね2段目の出来次第でボーダーラインがかなり変わると。もし癖いい台見つけたらやってみてください。でホールさんの場合、ホールコンピューターで111111161とかってあると思うんですよ。でそこからあの役物確率を出して、でこの 57.8 分の1をかけて、ラッシュ初当たり確率は何分の1ぐらいだな、じゃあこれぐらいの回転率でメンテナンスしていこうみたいな形でやっていくといいと思います。裏を返せばプレイヤーも111って並んでるじゃん。これも単発続きだとか思わずに、他の人がガンガン当ててくれてるから、100件ぐらいの当たり履歴取って、そのうち何分の1が当たってるかで役物確率は それなりに出せると思います。6分の1と9分の1ぐらいの差があったら、100件サンプル取ればそこそこな数字には落ち着くんだよね。自分で打つとも役物確率を導き出す方法もあるので、データカウンターデータが優秀な店だとね、そこら辺で押し引き測ってみてください。で 57.8 分の1なので、チャレンジそのものは気軽な気持ちでね 2,3 回チャレンジしてみるのは全然ありだと思います。皆さんもぜひ近くで見つけたら1回触ってみてください。ではお疲れ様でした。だからこれがパチンコってやつわかる？あの流れで瞬発の動きがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。これ負けてるな。で今つながりつかんでるでしょ。手も出ししないよ。これ来たから。